どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回のテーマ曲はオフィシャルヒゲダンディズムヒゲダンの I Love てんてんてん、この曲やってみようと思います。はい、いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしたガズレレ流シンプル簡単アレンジバージョン、これはね簡単になっております。後半はあのかっこいいキレッキレのリズムをこう再現したかっこいいバージョンをやりますよ。2バージョン最後までご覧になってください。さあウクレレで大好きな曲弾いて歌う弾き語りやりましょう。でも私は音楽が苦手なんです。もう楽器とかちょっと無理だと思うというそこのあなた、ウクレレはすぐできます。簡単なんですよ。ガズレレスタイルでやったらもう本当にねあっという間にできますからね。で始めたらわかるんですけど奥もすごく深いんで、もうねずっとねやってハマっちゃうんですよ。これをぜひ皆さん本当楽しんで体験していただきたいと思います。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者リストはここというところにジャンプしていただいて、数字のっていうか上の方から動画をね見てウクレレ触りながら見ているだけでどんどん弾いて歌えるようになります。私できちゃったってすぐなると思いますよ。 YouTube ですからいつでもどこでもスマホでも見られるしね、無料ですから、はい始めましょう。それではリンクあります。初心者リストはここ行ってらっしゃい、クリック行ってらっしゃい。そこには今まで私が取りためたね、もうありとあらゆる音楽の曲が1000曲以上です。1000曲以上ウクレレ簡単レッスン動画としてすでにアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 将来の詰めろ、演歌、歌謡曲、洋楽、ハワイアン、アニメ曲、映画の曲、何でもやってますから、さっきのリンク先のところに行くと、曲名、歌手名検索できたりとか、ジャンルボックスから探せたりするようになってますんで、お気に入りの曲探してどんどんやっちゃいましょう。音楽を聴くからやるに入る、行きましょう。はい、それではヒゲダンの I Love ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみる。 1,2,3,4 僕が見つめる景色のその中に君が入ってから変わり果てた世界はいつもそつなくこなした日々の真ん中、不思議な引力に逆らえず崩れてく。 I love なんて言いかけてはやめて、 I love I love 何度も愛の中、変わる心情の中、燦然と輝く姿はまるで水槽の中に飛び込んで溶けた絵の具みたいな。 Irregular 一人じゃない一つ気づけなかっただろう、こんなに鮮やかな色彩に普通のことだととぼける君に言いかけた。 I love その続きを送らせて、喜びも悲しみも不当でのない思いも完全に分かち合うより曖昧に悩みながらも認め会えたなら、高まる愛の中、変わる心情の中、燦然と輝く姿はまるで水槽の中に飛び込んで溶けた絵の具みたいな。 Irregular 一人じゃない一つ気づけなかっただろう、こんなに鮮やかな色彩に普通のことだととぼける君に言いかけた。 I love その続きを送らせて、受け取り合う僕ら名前もない夜が更けていく。 Say you know、オフィシャルヒゲダンディズムの I love。
ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今やったのはガズレレ流オリジナルショートカットバージョンアレンジでございまして、コードも超簡単バージョンにしております。4つ弾きでシンプルにやってみました。これだったらですね、ガズレレ必須コードしてるだけで弾けるバージョンにしてますんで、ぜひトライしてみてください。フルでやりたい方、今みたいな感じで書き出していって、ご自身のオリジナルのフルコーラスバージョンの楽譜を書き出していってください。動画のテロップと一緒になんとかできた方も書いて自分だけで演奏してみるのをおすすめしています。はい、それではちょっとその時の参考になるように私のノートを写し出したいと思います。ですね、ここちょっと見てください。今のはシンプル簡単バージョン、これ上のここやったんですけど、後半のかっこいいバージョンでここで決めみたいな感じでやるんで、ここそんな感じで見ておいてください。で、一応ですね、まあテロップ止めて見てもらえてもいいかもしれないですけど、まあ一応こんな感じで写しておきます。あ、ちなみにこの下にくるっと囲ってるやつは、後半のかっこいいバージョンでやるコードになってますんで、そこのところお見知りおきを、はい、じゃあ一時停止でメモっていってください。あ、ここ200っていうのがありますね。これテロップにも書いてたけど、 1,2 で1個ずつコード弾いて、はい、ここはなんとなくこう動画で感じ取ってください。はい、じゃあメモってください。一時停止でいいかな。はい、じゃあここからサビになって、はい、歌い回しがやっぱりね、ヒゲダンディズム、オフィシャルヒゲダンディズム、はい、歌い回しがちょっとやっぱり独特の世界観を持ってます。タイミング合わせるの結構面白くもあり難しくもあるという感じです。そしてここがブリッジパートね、ここら辺もちょっとリズムがね、本当複雑、これ後半では解説しますけど、キメが多いですね。そしてやったらここサビへ戻るってことで、もう一回ここ同じサビ繰り返して終わったんで、フルでやりたい方は歌詞を変えてねやってみてください。それで、最後の最後のエンディングにここをやったというラストですね、ここね。はい、こういうのが今のガズレでオリジナルショートカットアレンジでございます。出てくるコードちょっと解説しようかな。はい。はい、今やったシンプル簡単バージョンのコードはこれです。Cam, F, Dm, G7, E7, Em7, C7。これです。今やったシンプル簡単バージョンはこの入門コードだけでできました。これね、いっぱいあるように見えると思いますけど、これはね、ほんと入門コードです。ドン！こちらです。ガズレレ必須コード。必須って書いてあるってことは必須ですよ。はい。皆さん、ウクレレを始めるにあたって、最初に覚えてほしいコードのグループがあるんですけど、最初は基本の4つっていうのがあるんですけど、その後、第2段階で覚えるのをガズレレ必須コードと言ってます。ウクレレにとってめちゃくちゃ便利なコードなので、もう本当覚えてください。間違いなく。で、10個あるんですよ。10個もあるのかと思うでしょう。でも1個ずつ見たら1本指のコードもいっぱいあるんですけど、10個覚えるにはちょっとコツがいる。そんなことを私の動画で解説しておりますね。ここでコード覚えてください。この動画は分かりやすいですし、必見です。コード覚えてくださいね。そうしたら今のシンプル簡単バージョンはできます。はい。で、今のは4つ弾きでいて、簡単バージョンということなんですけど、はい、ここからかっこいいバージョンの解説いきます。かっこいいバージョンはね、結構リズムとコードもちょっと足されます。まず追加されるコードの説明しとこう。まずこれですね、よく出てくる Fm からいきます。Fm はこれね、初心者の人がまず突っかかる最初、代表的なコード。はい。押さえる場所。ここと、こことここのこんな感じで押さえます。これが教科書通りの押さえ方です。ガズさんはこの部分を親指でこう握っちゃうというふうに、同じ音ですね。はい、どっちでも押さえやすい方でいいと思いますよ。はい、どんどんいきます。次 Gm7 というコードを使います。 Gm7、 これちょっと一緒になっちゃって分かりづらい、あ、どうかこれ貼っとくからね。 Gm7 を押さえる場所はね、こことここと、こことこことここね、つまりここをギュッとこのぐらいしなるぐらい押さえてちょいと足す。これ瞬間芸的にいっぱい出てくるんで、ここね。はい、で、あと今日一番ね、本当にこれはね、なんともかんともなコードで、どこに出てくるかっていうとね、これかっこいいバージョンのここ1回だけなんですよ、出てくる音が。なんでここはね、まあちょっとチャレンジャーは言ってください。 G シャープ星というふうにガズレレレオリジナルの表記してるんですけど、これは、なんだっけな、G シャープメジャー7とかいうコード名らしいですけど、まあちょっともう G シャープ星ってことにもうガズレレではしてますんで、ちょっと見てください。はい、これ押さえる場所、ここと、ここと、ここの3つです。ここと、ここと、ここ。こんな感じ ?4 弦も弾きます。ちょっといいでしょ。これちなみに1個こっちにずれると普通の G っていうことになります。この G っていうコードを1個ずらしたというふうに考えます。はい、これは響き、たまにガズレレで、オリジナルのコードでよく出てくるんですけど、これ一発だけ出てくるんですよね。まあちょっとこれ後で解説します。この3つがコード追加されます。で、全体的なリズムはね、これです。はい。16ビートのチャプラス、カッティング。カッティングで、これ、すげえ高難度です。難しい、この曲は。もう最初に言っちゃいます。めちゃ難しいです。ちょっとこんな感じなんだよね。ちょっと A メロとかやってみましょうか。僕が見つめる景色のその中に、はい、こんな感じ。ダッツクタカツク、ダッツクタカタカ。これカッティング。ダッタカタカタカ、ダッタカタカ。
ところチャカチャカ弾くのがカッティングなんですよね。で、これ、今一応リズム解説すると、A メロのところをやると、このシンコペーションマークっていうのも出てくるんですよ。すごい応酬でしょ。この矢印マークはリズムが前にスコーンと入ってくるっていうことで、ちょっとここのところをやって、カッティングとシンコペーションが混ざってます。これ相当高難度なんで、A メロのところをやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。僕が見つめる景色のその中に、君が入ってから変わり果てた世界。こんな感じすごいでしょ。ダッツクパンパッツクパッツクダッツクダッジャージャーズダッタカツクジャッタカジャッタカツクジャージャー。はい、今のわかりますかね。まずダッツクタカタカダ、このダッツクタカタカダッツクタカ、これがまずカッティング入ってますかね。これはですね、もう本当リズム、この今のは、この、ここだけをすごいひたすら練習するのもいいと思いますけど、すごい勢いで応酬になってますんで、はい。で、あとね、A メロのところは今の感じなんですけど、ちょっとね、その前に、イントロのところでこう、キメが入るんですよね、ここ。ここに書いておきました。これね、A マイナー G7 C で、もう一回決めるんですけど、これね、タントタントタントコタンツタ、タントタントタンツクタンツタ、こんな感じ。A マイナー G7 C G。ここちょっとやってみようか。ちょっとね、タンコタンコってこれ言われてもわかんないでしょ。こんな感じ。はい。テー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 レツテー。ナンタンツテンテテレツテー。A マイナー G7 C G。最後 G7 アップ。A マイナー G7 C G。ズチーン。はい、G7 ね。デンデデンデデンデレレツテー。こんな決め。ダンドダンドダンデレレツテー。このテロップ、わかるかな？デンデデンデデン、ダンダダン。決めがね、あります。これはね、雰囲気、掴んでくださいよ。奥が深い。今日はちょっと難しい。で、まあ、A メロはこういう感じで続いていきまして、あ、それで、あと、サビの前半はですね、最初、ガスペジオという弾き方も使おうと思います。ここ、中丸愛の中、困る心情の中、この、ここら辺、ガスペジオという弾き方。こういう弾き方、これもちょっとピアノっぽい感じでちょっとおとなしくなるということでございまして、つまり今日はですね、リズム2つです。16ビートのチャとカッティングとガスペジオ、この3つのリズムを合わせ技でいこうと思います。この3つのリズムの弾き方の練習、ここにリンク貼っています。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からガスペジオ、16ビートのチャ、カッティングを動画でマスターしてほしいんですけど、これは今日はちょっと難しいですね。初めてこういうのチャレンジしようと思った方は、まずね、8ビートっていうリズムが基本になります。8ビートができて、8ビートのチャ、16ビートができて、16ビートのチャという階段を登っていくように、このストロークはマスターしてください。ガスペジオという弾き方は、比較的、こう、豆に取り組んでいると、身につくので、そっちはこう、経験をね、積んでください。あと、カッティングっていうのも、まあ、これ難しいですよ。この、音を止めるからカット、音をね、カットするから。はい、動画でちょっと練習してみてください。まずこの A メロのところ超難しいんでね、よろしくお願いします。そしてですね、ブリッジのところでも君よ、ここのところでね、ここなんですよ。完全に分かち合うより曖昧に、ここ決めなんです。ダーツターツターって感じなんですよね。ここ、ターツターツターって感じ。ちょっとここやってみる。喜びも悲しみも。当然のない思いもダンダダンダダン分かち合うより FG7Am この決めダンダダンダダン、ここね、言葉と合ってます。もう一回せーの、完全に分かち合うより曖昧に悩みながら、その次のところがね、またすっげえ難しいコードが出てくるんです。例の Fm-Gm-7G シャープ星で、その後しかもシンコペーションマークがつくんで、まあ、スカーンと前に入るやつです。ちょっと、そのさっきのところやってみます。せーの、完全に分かち合うより曖昧に悩みながらも認め合えたなら高まる愛の中です。シンコペーションが入っちゃって、もう一回やろうか。せーの、完全に分かち合うより曖昧に悩みながらも認め会えたならですよ。ここさあ、このシンコペーションマークまでついてきちゃって、この Fm-Gm-7G シャープ押して、これめっちゃ忙しいです。ここだから、ガズおすすめとしては、ここだけ難しかったら F でシンプル簡単バージョンみたいに、認め会えたならでも、なんとかこう歌声でこううまくごまかすっていうのもいいと思いますけど、ちょっとこだわりたいことは、は
はい、急いでやってみてください。じゃん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 。やってみましょう。決め盛りだくさん。はい、これが一応全貌というか、ガズレレオリジナルアレンジでこういう風にやってみようと思うんですけど、やっぱりね、一個ずつ見てると決めとかすごくこう細かいじゃないですか。でね、それはまあ一回置いといて、それ聞いた時にね、なんかガチャ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 、なんかそういう感じではやっぱりちょっとね、音楽というかこの曲の感じとしては、なんか合わない。やっぱりゆったりした中で、知らないうちにそういう決めが入ってるっていうイメージがいいんですよね。全体的にもうふんわりこう進んでいる。ゆったりしてるんですよ。ガチャ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 、なんかもうお騒ぎっていう感じの曲じゃないから、そこの表現ができるようになるといいと思うんですけど、だから最初はパートに分けて練習するのがいいと思うんですけどね。で、そういうことと、やっぱ歌詞の世界観。I love.この愛の気持ちをね、こう歌に乗っけて、その二つを混ぜるところが面白いわけですから。はぁ、やってみましょう。ヒゲダンの I love ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1, 2, 3, 4 テテレテテテレテテレテテテレテテレテテテレから変わり果てた世界はいつも切なくこなした日々の真ん中不思議な引力に逆らえず崩れてく I love なんて言いかけてはやめて I love I love 何度も高まる愛の中悪い心情の中燦然と輝く姿はまるで水槽の中に飛び込んで溶けた絵の具みたいなイレギュラー一人じゃ何一つ気づけなかっただろうこんなに鮮やかな色彩に普通のことだととぼける君に言いかけた I love その続きを送らせて Oh 喜びも悲しみも人でのない思いも完全に分かち合うより曖昧に悩みながらも認め会えたなら高まる愛の中変わる心情の中燦然と輝く姿はまるで水槽の中に飛び込んで溶けた絵の具みたいなイレギュラー一人じゃ何一つ気づけなかっただろうこんな鮮やかな色彩に普通のことだととぼける君に言いかけた I love その続きを送らせて受け取り合う僕ら名前もない夜が更けてゆくせーの、オフィシャルヒゲダンディズムの I love ガゼレ流かっこいいバージョンやってみました。このスカッスカッとこうねスパンとこう入る感じ、このリズムのこのグルーヴが特徴的ですけどね、これやっぱりねこのなんていうのね、こういうのってこうなんていうのか体でねこう感じ取るやつなんで、こうなんか雰囲気をねこう持っていってくださいこのね。でもちろん難しいですけど、なんかこうちょっと踊ってみるっていうか、こう乗ってみるのがいいかな。やっぱりね、これリズムがやっぱりあの相当そんな感じで、あのハイレベルっていうかね、難しいんですけど、なんとかこう気持ちでね、こう、うん、はい、ちょっと楽しみながらやってくださいよ。はい、やっぱこのラブソングですから、こう心込む、まあそういうのバランスがやっぱ大事ですね。何度も言うですけど、はい、楽しく弾き語りウクレレでやりましょう。ありがとうございます。さあ、ガゼレレ最新情報。このウクレレ、今いろんなタイプのウクレレが今回ね追加されまして、予約注文が今開始されております。ウクレレに関すること、ここのリンクでちょっと確認しておいてください。ガズのわがままウクレレ、これはオールタンバで弾きやすくていい音するんですよ。ぜひ皆さんお手に取って、見てください。よろしくお願いします。あとはね、アプリ
ガズレレ初のアプリが今リリースしています。ガズレシピと言います。お持ちのスマホやタブレット。もちろん、iPhone でも、Android 携帯でも、対応しておりますんで、ちょっとひとまず落としてみてください。お願いいたします。あと、イベント情報いきます。ドン !2月16日、埼玉県川口で、ガズレレイベント開催しますよ。ガズレレイベント、はい、このガズレレイベント、川口はですね、ちょっと特別企画、8ビート。この特訓みたいな、特訓だってそんなあれですよ、もうエンタメですよ。はい、私のイベントはですね、ウクレレ持ってきてくださいね。もう参加型で、8ビートをより面白く、8ビートってやっぱストロークの基本だから、そこをまず深めようと思って。これね、来た方がいいですよ。はい、お一人様も大歓迎、お仲間同士も大歓迎、初心者から上級者まで間違いないですね。はい、お待ちしてます。その次はね、3月15日に、水戸でやりますよ、こっちも。ぜひいらっしゃってください。水戸の皆さん、茨城の方ね。はい。で、最新情報としてましては、はい、こちら。4月の4日は、佐賀です。九州の佐賀。はい。佐賀行って、その次、葛西です。この葛西の方はちょっと人数、限定数がちょっと少ないんで、お急ぎください。すべての、ガズレレイベントのお問い合わせは、島浦楽器店各店様までお願いいたします。よろしくお願いします。あと、連日動画を連日ってことをお伝えしてる、このね、ガズレレプロデュースの、これ、ウクレレケースなんですよ。コンサートウクレレも入るウクレレケース。これがね、多大なるご注文を今いただいてるんですけど、今のちょっと社会情勢でもしかしたらちょっと遅れるかもしれない。またちょっとそれ改めてご案内しますんで、よろしくお願いします。そして、はい、そして、いつもね、言いたいやつ、これ。はい。リットーミュージック社から出てる、私がプロデュースしてて、楽譜の本です。こっちは100曲入り、こっちは50曲入り。こっちは初心者向け、こっちはいっぱい弾きたい人向け、これはね、ご活用ください。もうすでに4万部ですよ。すごい売り上げでございます。皆さんありがとうございます。簡単、楽しい、楽。これがね、この本のキーポイントになってます。ご活用ください。はい、もう盛りだくさんで、すべてのことはガズレレ .com で、ご案内出してますんで、お願いします。ブログとか書いてますんでね、見てくださいね。さあ、楽しく音楽しよう。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。